チャガチャを6つ開封していきたいと思います。まず1つ目開封したいと思います。じゃあ1つ目はこちら。これ気になってます。お、これは期待できそう。どっから開けるんだろう。うわー、すごいことになってる。なんかセロテープがもうこことここにぐるんぐるんになってる。もうね、どこがスタートかわかんない。どこだどこだどこだ、わかんない。ちょっとね、適当なところから無理やり開けます。わからないな、これは開いちゃうのかな。このぎゅうぎゅうに詰めてありますもんね、この子が。よいしょ。どこなんだろう、スタート。あーっと取れた取れた。よいしょ。あー、まだあった、ここに。よし、いきます。もう見えてるんですけど今回はびっくりビッグカラフルメロンパン。わあ、すごい。これめっちゃレアじゃないですか。レインボー、欲張り、もう全部入ってるからすごいですね。これ今回はこのグリーンですね。グリーンゲットしました。わあ、すごい。亀の甲羅みたい。あー、戻らない。よいしょ。放置しておけばこれ戻りますかね、形ね。一生懸命こうカプセルに入ってたからあれですね。匂いは、うん、あのいつものガチャガチャのこういうしっとりしたパン系のスクイーズのあの甘いやつです。皆さんもご存知のあの香り、バターっぽい、うん、あれです。触り心地は結構あのいつものガチャガチャで出てくるパンと同じなんですが、意外に思ったよりは低反発じゃないかな。今まで出てきたガチャガチャのスクイーズの方が低反発かなと。うん、匂いは一緒でもね、触り心地は違います。わからない、私の出たのがちょっと低反発じゃないのかもしれないので、また皆さんもこれゲットしてみてください。触り心地はまあこんな感じです。はい、ということでまず一つ目はこちらのびっくりビッグカラフルメロンパンのグリーンゲットしました。これ欲しい。このレインボー贅沢ですね。 1,2,3,4 ね、綺麗に5色入ってる。めっちゃいいじゃないですかこれ。はい、5色だよねこれ。続きまして2つ目いきたいと思います。若干見えてるこの子いこう。よっ、おいしょ。お、ディラックマのなんか黄色い鳥みたいなのが入ってた、この子はムニムニアニマル、ニワトリさん、あ、ヒヨコだ。このヒヨコさんゲットしました。あ、めっちゃかわいい。このトラさんとかクロクマ、クロクマさんってやつかわいい。これもあれですね、オイリーなオイリーなスクイーズですね。おお、プニプニしてる。すごい伸びます。おお、とととと、意外とそんなに最近のはあんまりね、前回出たのもそんなにオイルっぽくなかったので、最近ちょっと変わってきたのかな。これも全然手に残らないです。はい、ビヨーン次いきたいと思います。次は、3つ目、3つ目どうしよう。じゃあ3つ目はこちら。これいきます。これは何だろう、なんか箱が入ってるぞ。はい、こちら。わ、すごい。これまるで石鹸のような消しゴム。
わっすごすぎるこれ、石鹸の置くやつなんていうんですか、この石鹸置きがねついてる。わあすごい、これこの中の A ですね、この A が当たりました。わあこれすごい、誤字さっぱり綺麗、使い終わったらお皿にポンって書いてある。わあしかもなんか大きいのかな、消しゴムが。よいしょ、しっかり消える青って書いてある、アライグマ。おお、アライグマです、かわいい。え、これはすごい、消しゴムだってこれすごい、匂うのかな。わあかわいい、中もちゃんとねクマがついてます、アライグマって書いてある。匂ってみます。普通のゴムでした。うん、石鹸じゃない、これは消しゴムだ。はい、これかわいい、これテンション上がりますね。どうなんだろう、結構消しゴムにしては硬そう、消えるのかなこれ。あ、でも消し心地は良さそうですね。はい、柔らかくないけどこれはね多分消えると思います。このかわいいアライグマの石鹸ゲットしました。これすごい、箱にも入れておきたいし、ここにもね置いておきたい。いやー迷いますねこれ、めっちゃかわいい。それでは4つ目いきたいと思います。4つ目はじゃあこちら、よいしょ、お来た、わーなんかもう一個袋が入ってる、これはなんだ、袋はなんだろう、不思議、水中で固まる砂、マジックサンド全6種類。あ、この砂を入れる袋だこれ、この中で実験できるんだ。あ、じゃあ早速やってみたいと思います。マジックサンドを水に入れると固まります。水中で固まったマジックサンドは粘土みたいに、おお形が作れちゃう、水から出すとサラサラな砂に戻る。あ、もうこの中で水に入れるだけだ。ちょっとこれやりにくいかな、大惨事になりそう。これセリアの砂を以前動画でスライムに混ぜたことがあります。これねすごく良かった。あ、違う違う違う、まずじゃあ水を入れて、ちょっと水足りないかな、ちょっとだけやってみようかな。結構砂ね大量に入ってた、わーすごい、ほんとだサラサラ、ほんとだ、水の中だと形が作れますね。はい、こんな感じなんだけど、わあすごいサラサラ、私の手はね濡れてますけど、うん、砂はね全然サラサラです。わあこれすごい、スライムに混ぜるとこのねシャリシャリ感がいい感じになるので、ぜひ皆さんやってみてください。なんだっけな、サラッとネリッと砂だったかな。はい、すごいすごい、これこの後どうしよう。ちょっとね動画的にはちょっとここでこの子は退散します。お疲れ様でした。ではじゃあこちらから何個目だ、5個目だ。5個目、すぐね忘れるんですよ、夏だから。夏のせいにしちゃいかん、ダメですね。よいしょ、わあすごい、これ豆腐、アニマル豆腐って書いてある。わあすごいすごい、かわいい、のびるアニマル豆腐、これ誰だろう、誰が出たんだろう、クマかな、これかな、全部可愛いですね、美味しそう。あー、この個人的にこの抹茶とね桜食べたいな。
わあ、懐かしいな。豆腐のスクイーズ去年とか、一番初めに2年前ですかね、2年前にスクイーズを集め出した時に、もう豆腐のスクイーズは憧れでした。もう欲しくてしょうがなかった。初めてあのクレーンゲームでゲットした時はもうすっごい嬉しかったです。これ、あーまた破っちゃったね。わー、かわいい。豆腐なのかな。ラムネにも、なんかマシュマロにも見えるような、すごいかわいい。わ、この子とどうだろう。こっちの子の方が柔らかいかな。プニプニしてます。おっとっとと、その分ね、やっぱちょっとだけ手に残ります。オイルっぽいものがプニプニしてる。すっごい柔らかいです。かわいいですね、この羊豆腐。猫豆腐かわいいな。食べるなら桜と抹茶ですね。はい、ということでアニマル豆腐ゲットしました。では残り最後の一つ、6つ目いきたいと思います。ほっ、なんだこれは。潰れてないかな、顔大丈夫かしら。これは何、キモかわいい深海魚、ブロブフィッシュ。光を浴びたらって書いてある。すごい、これ日光に当てると色が変わるって書いてある。全、じゃあこれは、あ、一応6種類あるんだ。これは何だろう、なんか顔大丈夫かしら。どうした、なんか潰れてる。プリプリ、ゆるゆる、トロトロって、なんかねえ、多分このプリプリかな。この子が光を貯めると暗闇で光るって書いてあるので、照明にちょっとしばらく当てて、じゃ動画の最後でもしも映ったら映してみたいと思います。このカメラそういう機能がないので、あの暗闇とかね、その光ったもの撮れないんですよね。あんまりどうだろう、映んないかもしれないんですが、一応映ったらエンディングでこの子光ります。はい、これもこの子たちと一緒でプニプニですね。今日そういうスクイーズ多いですね、すごい。でもね、やっぱこの子だけ光るからか透明感がね違いますね。すごい綺麗な色してる。私のはこの光を貯めると暗闇で光るバージョンなんですね。もう一つはこっちだ、日光に当てると色が変わる。これも見たかったですね、すごい。黄色と青とピンクになるっぽいです。いやー、ちょっともう一回これあったら回したいと思います。はい、ということで今回は6つガチャガチャを開封して、よいしょ、ラインナップがこちらのマジックサンドを合わせるとこんな感じで、あ、みんなずれてた。はい、ラインナップはこのような感じになりました。一番のお気に入りはやっぱこれです。すっごい、何が嬉しかったかというと、このケース、消しゴムをこれに置けるっていうところがね、すごい嬉しかったです。あとはやっぱり懐かしかったのは豆腐ですね。やっぱ豆腐とか箱に入った大福餅は、ほんとスクイーズを集めたばかりの頃のもう憧れのスクイーズだったんですよ。それが出たのでちょっとね、懐かしい気持ちになりました。はい、